やばい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 、神回、今日は神回やってマジで。みんなさ、この2回表にホークスに4点取られた時、絶対負けたと思ったよな。ちなみに俺も 100% 負けたと思ったよ。なんでかって、ジャイアンツだって3点すらいつも取れへんのに、こんなん1イニングに4点取られたら勝てるわけないやんってマジで思ったのよ。だけどこれ見て、3回ぐらい6点、何それ、マジでなんかもう大興奮やし、この12球団トップのあの打線を擁するホークスを4回以降ヒットなしやね。すごない？ジャイアンツ。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありましたジャイアンツ対ホークスの試合解説やっていこうかなというふうに思ってます。はい、すいません。冒頭大興奮でございました。はい。非常にね、もう絶対負けるやろっていうような展開ね。多分これ見てる人もほとんどの人が負けるやろと。ジャイアント終わったなって。どうせ点取れへんやろと思ってた人、もうほとんど 99% だと思うんですけど、それをなんか逆転して、マジで勝ったんですよね。2勝1敗で勝ち越したんですよね、ホークスに。これはね、マジで、ほんまに嬉しいし、すごいいいゲームだったなというふうに思います。はい。じゃあ、一番初めにね、今日の一言感想を言わせてください。はい、これ、こちらになります。負けムードから逆転勝ち、3回表のつながりと、井上春人の投球が素晴らしかったというところですね。はい、もうほんま負けムードやったんですよ。僕、4点入って、次の回にも1点入ってるじゃないですか。あ、もう負けやなと。もう 5-0?3回で 5-0? もう負けやんみたいな。負けか確定やんと思ってたんですけど、それね、3回裏にですね、やはり、エラーとかファーボールとかがありまして、で、東浜投手もなかなかこう、ストライク先行の投球ができなくてというところで、本当にね、めちゃくちゃうまいこと繋がってね、6点取って、結果的にまあその6点だけだったんだけど、それ以降がピシャリ。パーフェクトに抑えて、今日勝ったというところで、マジで素晴らしい試合だと思うし、今日、昨日のね、サヨナラのね、同点、あ、もう今日同点かっていうムードから、勝ちを取れて、今日も、今日も負けかと、もう5点なんか返せないやろっていうところから返して勝ってっていうところで、昨日の勝ちがマジで言いながら来てると思うんで、マジで、本当に今日、ほんまに大興奮でね、めちゃくちゃいい試合だったと僕思ってます。じゃあね、得点シーンさらっと振り返っていきまして、僕が気になるところをボードの右側で、やっていきたいと思います。じゃあ、まず得点シーンなんですけども、はい、まず先制したのはね、ホークスでした。はい、この回4点入るんですけども、2アウト1、2塁から甲斐選手がですね、レフト前ヒット。で、2アウト満塁から柳町選手も、ライト前ヒット。これ良かったですね、このライト前ヒットね。で、2アウト満塁から柳田選手の、ファーストへの内野安打、ちょっと芝生の切れ目でパンとこう、打球が上がってしまって、まあ、強襲という形でね、ヒット、なりますと。なんですけども、このね、4点で終わりかなと思ったら、まあ、またね、次の回に3回表に、ワンアウト1、2塁で、甲斐選手にまたね、先ほど初球打たれてたんですけども、また初球打たれて、センター前ヒットというところで、5点目を入れられて、もう負けフラグ、もう 100% やなっていうところだったんですけども、なんとこの3回裏に6点を取るんですよね。ワンアウト1、3塁から、丸選手のライト前ヒット、ワンアウト1、2塁から、ヘルナンデス選手の来日初ホームラン、スリーランホームラン。で、ワンアウト2塁から、岡本選手が、ホームランというところで、ヘルナンデス選手が終わってからランナーなしで、もう点入らへんかなっていうところからね、直樹さんがツーベース打って、で、カズマが元ホームランというところで、これ素晴らしい流れだったと思うし、本当にね、誰がこれ予想できたかなっていうふうに思いました。はい、じゃあね、ちょっと右側でね、僕が気になったところであったりとか、じゃあなんで今日巨人勝てたのかとか、東山投手打たれたのかとか、そういったところをね、詳しく見ていきたいと思います。はい、まず2回表ですね。はい、この回ね、点が4点入ったと、回ですけども、やはり点が入るには、やっぱり、原因があるんですよ。で、まあね、僕のチャンネルでは常々言ってますけども、まあヒット打たれるのは、
まあ、仕方ない場面の方が多いんですよ。まあ、ヒット打たれるっていう、まあ、ヒット打たれたらダメな時ありますよ。ただ、やはりね、勝負しに行ってヒット打たれるっていうのは、まあ、多少仕方ないところがあるんですが、やはり、フォアボールであったりとか、エラーであったりとかっていうのは、やっぱり防げるミスだと僕は思ってるので、そういったところっていうのはね、やはり大量得点をする時って、大体絡んでくるんですよ。あいつら、大体絡んでくるんですよ。フォアボールとか、エラーっていうのはね。で、この回もそうでして、先頭、山川選手ヒットで出ますと。で、近藤選手のショートゴロをね、伊豆口選手ファインプレーしますと。素晴らしいプレーでしたね。で、栗原選手も、これ、ショートゴロというところ。で、ここで2アウト2塁ってなるんですよね。で、三森選手、ここをフォアボール出す。まあ、ここは、このフォアボールは、まあ、一塁も空いてるし、まあ、次のバッターがね、甲斐さんっていうところで、打力がね、三森選手の、まあ、低いというところで、まあ、攻めていった結果のフォアボールなんで、まあ、ここのフォアボールはね、致し方ないかなっていうふうに僕思うんですよ。ただ、このね、甲斐さんに、やはりフォアボールの後の初球っていうのはね、やっぱりピッチャーとしても、バッティーとしても、ストライクを取りに行きたいっていうのは、やはり甲斐選手はね、もうキャッチャーでね、すごいキャッチャーなんで、分かってるわけですよ。で、そこをしっかり、甲斐選手が振り抜いて、レフト前ヒット。まあ、このね、まだ1点は、まあ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 って感じなんですよ。ただ、ここですね、僕が言いたいのは。この2アウト1、3塁の場面。で、東山投手がバッターボックス入るんですよ。で、やっぱり、ずっとパリーグにいるピッチャーなんで、打席の練習とかもしてないわけですよ。まあ、交流戦前にちょちょっとしてるだけですわ。だから、打力としてはもう一番低いわけですよ、スタメンの中でね。だから、まあ、ピッチャーに対して、まあ、たまにね、ヒット打たれることもあるんだけども、やはり一番やっちゃいけないっていうのは絶対フォアボールなんですよ。で、高橋礼投手も、まあ、もともといた球団で、まあ先輩だし、まあ投げにくさっていうのは多少あるんだけども、でもそれでも、やっぱフォアボールだけは絶対出しちゃダメなんですよ。うん。で、ここをね、フォアボール出しちゃうと。これはね、もう本当にね、マジでダメですね。これだけ。まだ真ん中投げて、ポテンヒット打たれてる方がまだマシです。まだね、うん。打たれるのも良くないんだけど、まだ、フォアボール出すぐらいだったら打たれる方がマシ。はい。で、ツーアウト満塁、これ柳町選手、ライト前ヒットだったんですけども、これもね、柳町選手、いいバッターやなと思いました。というのも、4球目にシンカー行ったんですよ。で、完璧にめちゃくちゃいいところに、真ん中低めに、ストライクからボールになるボールを投げたんですよ。これ、空振りしてもおかしくないと思うんですよ。普通に三振してもおかしくないと思うんだけど、それを、普通に見逃したんですよね。普通に、こう、バット出かかるとかじゃなくて、普通に見逃したんですよ。ってことは、バッテリー次どう考えるかっていうと、あ、柳町選手は変化球張ってると。じゃあ、インサイドのまっすぐで、速い球で詰まらしてやれっていう考えになりがちなんですよね。なるんですよね。で、そこでまっすぐ行ったんですよ。うん。ああいうね、すごいいい見逃し方されたんで、次行ってもダメやなっていうところで、まっすぐ行ったんですよ。で、そのまっすぐをしっかり弾き返して、ライト前。これはね、非常に素晴らしいバッティングだったなと思います。で、1点入るでしょ?これでまた。あ、2点か。2点タイムリーか。で、ツーアウト1、2塁で川瀬選手もレフト前ヒット。で、ツーアウト満塁から柳田選手の、まあ芝生の切れ目でパンって跳ねた感じで、ファーストの強襲ヒットというところで、まあこの回ね、なんと4点取られるんですよね。もう地獄ですよね。うん。だから結局ここで、東山選手で、まあ勝負しといて、アウト取ってればですね、まあ1点で済んだわけですよ。そこを、まあ4点取られるっていうところで、まあ安倍監督もね、まあ、真ん中行けよと、言ってるわけですから、そこで、こういうフォアボールを出してしまうっていうのは、まあ、印象的に言うとね、もう最悪ですよね。はい。で、3回表ですよ。で、これ、4点取られて、まあ、もう、落ち着くかなと思ったところね、またこの回点取られるっていうところ。で、ワンアウトから栗原選手にセンター前ヒット。で、ワンアウト1、2から、三森選手にも、セカンドへの内野安打。で、ワンアウト1、2塁というところで、甲斐さん回ってきますと。で、まあ、前の打席ね、レフト前のタイムに打たれてると。で、これ、初球のストレート打たれてるんですよね。で、まあ、岸田選手もやはり初球から振ってきてるっていうのがあるんで、やっぱ変化球からとか、ストライクからボールになる、ボールとかで、誘っていきたかったと思うんですよ。実際のところね。だけど、やはり高橋礼投手がフォアボールを出したりとかってしてるから、なかなかそういう配球ができないんですね。降ってくるって分かってるんだけど、そういう配球ができないっていうところで、まあ先ほどまっすぐ打たれたんで、まあツーシームで、降ってきても、ボールの上っ面叩いてくれて、
なんかゴロとかになってくれたらいいなと、ゲッツー取れたらいいなっていう考えで、多分おそらくね、初球、ツーシームいったと思うんだけど、それがね、センター前ヒットに抜けるというところで、まあもうそういう後手後手になってますよね。コントロールが悪いから、悪いというか、なかなかこう、安定しないから、キャッチャーが考えてる配球ができなくて、苦し紛れにツーシーム行くんだけども、それもヒット打たれるというところで、まあその4点がね、を引いてるっていう形ですよね。はい。で、次気になったところね、これ3回裏ね、ジャイアンツが6点取った回なんですけども、やっぱりね、点がこんだけ4点とか、大体僕の感覚的に4点以上入るときって、大体ミスあるんですよ。3点、4点以上入るときって、大体ミスあるんですよね。はい、この回もですね、やはり先頭の岸田選手、セカンドの内野安打じゃなくてエラーね、三森選手がちょっとまあ指をついたような形になったんですけど、まあエラーで、で、ノーアウト1塁で、立岡さんも、これフォアボール。まあ、ここでもうミスが2つ出てるわけじゃないですか。で、ノーアウト1、2塁で、まあ、ピンチヒッターの北選手出てきて、まあ、ショートゴロ打ったと。でも、ここをね、うまいこと、今宮選手がね、ファインプレーすると。さすがやなと思いました。ただ、このノーアウト1、3塁で、丸さん回ってきて、まあ、ライト前ヒットを打つんだけど、やはり、ボールカウントになってるんですよね。この丸さんのライト前ヒットも2ボールから、ツーボールスタートになってるし、このヘルナンデスね、ワンアウト一塁でホームラン打ちましたけども、これは、ツーストライク取ったんだけど、そっから決め球がなかなかうまいこと決まらないと。ヘルナンデスもうまいこと低めのね、ボールを見逃して、ツースリーまで持ってって、取りに行ったシンカーをホームランっていうところで、やはり、ボールカウントが、先行すればすればするほどですね、バッターの打率っていうのはこういう感じでギューンって上がっていくんですよ。うん。だから、やっぱり、よく僕が言われたのは、3球で、ワンボールツーストライクというカウントを作るのを目指しなさいというふうに言われてたんですけども、まあ、この回に、至ってはですね、この東山投手はなかなかそういうカウントを作ることができなくて、ヘルナンデスの時も、ツーストライクというカウントを作れたんだけど、そこからね、なかなかこう、ヘルナンデスが低めのボール球を振ってくれないというところで、最後、3-2 から甘くなった、シンカーをですね、ホームランというところで、やはり、そういうカウントも大事ですし、追い込んでからの決め球が、どんだけ精度が高いかっていうのは、やはりね、ピッチャーにとって一番大事なところじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、このヘルナンデス選手はね、ホームラン打ったら、やっぱり流れって一旦切れるんですよ。ホームランってやっぱりこう、ランナーが全員帰ってくるから、またね、ランナーなしからスタートなので、大体ね、ホームラン打った後って、あまりその後って続かないことが多いんです。なんですけども、今日はジャイアンツ違ってね、このワンアウトランナーなしというところから、直樹さんがですね、カーブでボール、で、スライダーでボール、やっぱりここでもツーボールになるんですよ。ツーボールスタートで、吉川選手がストレート一本狙いで、パーンと、ライトにね、ツーベース打つと。で、ここですよね、ワンアウト二塁、岡本選手ね。やはりね、この前のバッターがちゃんとこう続いてくれて、まあ、ヘルナンデスもホームランしましたし、直樹さんもね、ツーベース打って繋いでくれたというところで、やっぱり4番の意地はあったのかなというふうに思います。で、ここで、スライダーストライク見逃しでカーブでボールになると。で、ここで多分おそらくまあ配球的に言ったらまあストレートであったりとか、スライダーっていうのが来るだろうっていう風にバッターは感じるんですよね。カーブ2球っていうのはあんまないんですよ、配球で言うと。なんだけども、そこを裏書いて甲斐選手がですね、もう1球カーブ行くんですよ。それをうまいことね、体は前に行くんだけどバットは後ろに残ってるというところで、ホームラン。これは素晴らしい、技術だったなというふうに思いますと。はい、これはね、すごいいい攻撃だったと思います。やっぱり、ヘルナンデス選手のホームランから、流れが一回切れそうなところを、直樹さんがツーベース打ったところが非常に良かったと思います。で、5回裏ですね、先ほど、まあ、ヘルナンデス選手ホームランと。で、岡本選手ホームラン打った。その後の配球って、どういう配球をしたのかっていうのをちょっと見ていきたいと思うんですけども、やはり甲斐選手もベテランですごく経験のあるキャッチャーで頭もすごく切れるキャッチャーなんで、ここはね、しっかりした攻めができてましたね。この5回裏、ホームラン打った後の打席のヘルナンデスの打席なんですけど、まあライトフライに打ち取ってるんですよ。で、先ほどは、まあシンカーという球をホームラン打ってると。だから、あえて先ほど打ったボールから入ってるんですよね。うん、シンカーから投げてって、で、ボールで、様子を見て、で、そっから、ストレート3球1点。で、最後、今までまだ投げてないカットボールで、ライトフライ。さすが、甲斐さんというところですよね。で、この、岡本選手、打った後の、打席もそうですけども、これも空振り三振取ってるんですよね。これも、
先ほどカーブ打ってるというところで、やっぱりね、遅いボール打たれたら、また次同じ遅いボール行くっていうのはやっぱ結構勇気いるんですよね。だからこの打席っていうのもストレートでストライクと、シンカーで空振りで、カットボールシン、ストレートで最後シンカーっていうところで、さっきカーブ打たれたんで全般的に速い球種で打ち取ってるっていうのがあるんで、やっぱり同じミスを2回繰り返さないというところっていうのは、下位捕手東浜投手はさすがだったなというふうに思います。でですね、ここからですね、素晴らしいピッチングなんですけども、やっぱりね、今日誰がヒーローやったって言われると、もちろんね、ヘルナンデス選手とか岡本選手がねホームラン打ったっていうのは素晴らしいんですけども、やはりその後点取った後また点取られたら意味ないじゃないですか、負けるじゃないですか。だけど今日に関しては4回表から7回表まで井上投手がまあロングリリーフ、通称ロングリリーフをねやったわけですけども、パーフェクトですよ。あのめちゃくちゃ打つソフトバンクをパーフェクト、これすごくないですか。あで今日のピッチング見てましたけども、やはりもう左右関係なく、やはり強力打線なんで、やはりインサイドを使っていかないともう抑えられないと、こう逃げて逃げて外勝負だけになってしまったら、どうせ甘いとこ行ってガーン行かれるんで、だったらそれぐらいのバッターがたくさんいるんだったら、もうインサイドガンガン行って、もうそういう攻め方をしようって多分言ってたと思うんですよね。で、まあ、配球も素晴らしかった。岸田選手もね、ツーストライクノーボールから山川選手にね、インサイド行ったりとか、左バッターの打者に対してもインサイド行ったりとか、非常にね、スライダーのコントロールも良かったし、低めもまっすぐのね、高さもね非常に低いところに決まってたし、非常にねマジで素晴らしかったと思います。本当にソフトバンク打線もびっくりしたんじゃないかなっていうぐらい素晴らしいピッチングしてました。はい。でですね、この後を受け継いだこの高梨選手も8回表ね、三者凡退ですよ。で、9回表ね、バルドナード選手ね、もう昨日僕感動したと、素晴らしいピッチングやというふうに言いましたけども、今日もね、この下位、ピンチヒッター中村、柳町というところをね、しっかり空振り三振、センターフライ空振り三振というところで、だから結局ね、この4回表から9回表まで、言うたら、点取ったこの3回、以降ですね、類出てないのよ、一人も。それすごくない？うん。だからやっぱり、高梨投手がバルドナード投手ももちろんそうなんだけど、今日に関しては井上投手がね、このロングでね、パーフェクトで抑えてくれたっていうのは一番大きかったと思うし、あんだけインサイドガンガン行って、でね、角度もあると、キレもあるというところで、インサイドね、確かに甘く入ったら危ないボールにはなるんだけど、ハルト投げ込んでこいよと、自信持って投げ込んでこいよっていう非常にね、ジェスチャーであったりとか、本当にね、岸田選手ね、確かにちょっと、打撃の状態はちょっと落ちてるんですけども、しっかりね、ジェスチャーしてるし、ピッチャーにね、伝わるようなね、意思表示をしてるし、すごくね、本当に、キャッチャーとしてね、一枚、レベルが上がったというか、僕が言うことでもないんだけど、素晴らしい、キャッチャーになる、なりつつあるな、というふうに思いました。はい、そんな感じでですね、今日はですね、もう大興奮というところで、もう負けやろっていうところから、勝った時の試合の、この、なんて言うんだろう、精神状況って、なんかもう、なんていう、すごいものがあると思うんですけども、今日に関してはね、本当にね、東京ドームでね、現地観戦をしてね、本当に見たかったなっていうのはあるんだけど、でもまあ、テレビで見ててもね、非常に素晴らしいゲームだったと思うし、やはり、今日の勝ちはですね、昨日の、サヨナラ勝ちから絶対流れは来てると思うんで、交流戦ね、この一番強い、ソフトバンク。まあ、確かにロッテに3連敗して、ちょっとね、調子が落ちてきてるっていうところもあるんだけども、まあやはりね、そこに、しっかりね、2勝1敗というところで勝ち越しできたっていうのは素晴らしいことだと思うし、ここからね、交流戦もね、まだまだありますから、優勝できるようにね、頑張っててもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで、ね、今日はすごく気分がいい感じで終わってきます。いつもありがとうございます。これもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお願いします。じゃあね、バイバイ。